こんばんは、ファンクでーす。こないだね、板橋区の坂下へ訪れた時の坂下特集をお届けしたいと思います。あまりね、板橋区のね、坂下というところにね、来たことなかったのね。志村三丁目の方にね、用事があったんだけども、あ、そういえば坂下ってどんなとこなんだろうって近くなんだけども、それで寄ってみた時にね、ちょっと面白そうなお店が何軒かあったので、寄ってみました。最初にね、訪れたのは、おばちゃんたちの憩いの場になっているパン屋さん、三幸堂です。ここね、カフェブースになってんのね。パン販売してるところのすぐ横のところが。でね、もうね、おばちゃんたちがすごい、もう音声いっぱいね、今流れると思いますけども、おばちゃんが。これにさ、麻婆豆腐って合うと思わないって、店員のおばちゃんとかに聞いてて。あー、そうですね。麻婆豆腐始めなよとかって、いやーでもうちパン屋なんで、いや私が毎日買ってあげるからってそういう会話とか、こないだもらったね、薬局のね、湿布がすぐ剥がれちゃうのよね、ペロンとって。あれってなんかさ、なんか止めるやつってあるかなとかって、すごく濃いね、お店で、なんか面白かったね、おばちゃんたちの会話で盛り上がったでしょこの後ね、おばちゃんたちの集団がね、何人ぐらいだ、11人ぐらい来てすごいね、賑わってたよ、で、ファンクがね、頼んだのはね、9月の限定のサンマのかば焼きサンドというね、サンマのかば焼きがね、パンにぶっ刺さったやつと、あと若鶏のね、竜田揚げ、これのね、サンドをね、2つ注文しました。そしてね、アイスコーヒーもお願いして、ここでね、一休みすることにします。朝からね、ちょっと早くてね、もうご飯食べてなかったんでね、ここでね、ちょっと遅めの朝食ですが、おばちゃんたちに囲まれたこのライブ会場で、とてもね、賑やかな、ちょっと一つお願いがあるんだけども、アンメルツ横横塗ってるおばちゃんきついわ店内じゃアンメルツ横横の匂い一色なんだもんいや、もうファンク面白くて笑っちゃったこれさ、古いやつ使ってるでしょ。今アンメルツ横横さ、無臭のやつがメインでしょ。こんな苦いきついっていうか、久しぶりみたいな、パッケージのやつ、パッケージっていうか容器の、多分古いやつ使ってんじゃない。相当にいやつよかったよ、懐かしいわ、いや面白い、それでね、サンマのかば焼きサンドはね、やっぱりなんかこのね、時期のサンマは美味しいね、照り焼き具合もすごくて、あとね、あと竜田揚げサンドもそうなんだけども、とにかくね、具がでかいいやー、これお腹パンパンになるよ。いや、もうめちゃくちゃ具がでかくてね、で、鶏肉さ、めっちゃさ入ってるから、なんだろう、チキンステーキみたいな感じでさかなりボリュームがあって、食べ応え満点でした。ごめんね。いなくなったの。え、いない？いなくなった。どこいないね。さっきは座ったで。いる？いなくなった。どっか行ったんだ。覚えてる？私のこと。私がもう71、2、7。分かった。
それでね、ここのお店すごくね、アットホームで、で店頭でタバコ売ってるのね。で自販機にさ、タバコ詰めに来てたらね、なんかあの若いね、お姉さんかなんかがタバコを詰め終わってね、あ、それじゃあもうあのよろしくお願いしますってね、出て行こうとしたら、あの、あいつもすいませんってね、パンいっぱいもらってたのね。なんかそのね、光景がすごく良かった。あとね、おばちゃんたちがね、すごく生き生きしててね、いや、ここは面白かった、で男の人一人もね、買いに来なかったんでね、もしかしたらね、大奥かもしれない、なかなかね、面白かったです。それじゃあね、この味の感想は、ズビシ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 だったよ。まだね、見慣れないね、メニューのパンとかあったんでね、また探したね、夜機会があったらね、ここでまた違う変わったね、パンでもね、食べてみたいと思います。コーヒーをね、入れていただいて、あと領収書ね、切っていただいた店員のあのおばちゃん、本当ありがとうございました。いろいろよくしていただきまして、であの撮影もね、どうぞって言っていただきました。本当にありがとうございました。そしてね、このね、三光堂の近くにね、石川というね、カンパチ沿いのお蕎麦屋さんがあるのね、立ち食いの。でもね、ちゃんとね、椅子がね、設置してあるとこなんだけども、ここでね、火薬ご飯セットというのを注文しました。このね、火薬ご飯セットはワンコインで、あの天ぷらそばが頼めるんだけど、そのね、天ぷらをね、あの自分が好きなねやつを選べるという、それにね、火薬ご飯とね、おしんこがついてきます。美味しそうファンクはね、あの紅生姜のね、天ぷらをお願いしたんだけども、映えるね、この天ぷらトッピングしてよかったかもしれない。でもこの火薬ご飯とおしんこでワンコイン、安いね、すごい安いからね、ファンクちゃんちょっとびっくりしちゃった。このお店にもね、おばちゃん2人行ってね、なんかあの冷やしそばとかね、冷やしうどんとかそういうのをね、なんか頼んでた。まだちょっとね、暑かったからね。で、ファンクね、さっきの三光堂さ、体ちょっと冷えちゃったのよ。涼しかったから。だからね、ちょっとね、あったかいの食べたかった。で、ね、この火薬ご飯っていうの頼んだんだけども、予想以上にね、親切もりもりでびっくりしちゃった。でね、このね、そばのね、味なんだけども、すごくね、さっぱりしてる。ね、さっぱり、あっさり。多分さ、ここのお蕎麦屋さんさ、周辺に住んでる人、結構頻繁に来るでしょ。毎日食べててもね、全然なんていうの、あ、また食べたいと思うような。このあっさりさっぱりいいね。なかなかやってくれますよ。周辺に住んでる人にはもうたまらないんじゃない、なんか当たり前ななんか、サクッと食べれるこんな感じ。なんか久しぶりだな、びっくりするほどね、あっさりさっぱりよ。この味でさ、この金額、地元にあったらやばい。食
しょっちゅう行っちゃうよ。それじゃあね、ここの味の感想は、つびし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 だったよ。なんか冷たいね、おうどんもね、すごく食べたかった。まだね、暑いんだよね。あ、そういえば今日もファンクちゃん、ムレムレ。それじゃあ今日はここまで。じゃあねー。あ、それとね、業務連絡です。人生相談とね、あと魔女のニュースがね、映りました。それなんでね、動画のね、説明文のところにね、URL 貼ってありますので、そちらの方でよろしくお願いいたしますですよ。それじゃあ本当に今日はここまで。じゃあねー。最近サイゼリアにハマっております。またまたサイゼってみました。いっぱい食べちゃった。次回の動画を楽しみです。